次に22番、今井和久議員。番番今井議員今井議員よりあらかじめ資料配布の申し出がありました、増田市議会議規則第105条の規定より、議長において資料配布の許可をしましたので、ご了承願います、はい、日本共産党の今井和久でございます。通告に基づく一般質問を行いますす一一一問問答方式ででお願いしますまず第一に蒲田中学校の改築問題です。 シガーカメラをちょっと見てください、お手元の資料として出しましたのは、蒲田中学校と現在の赤い,赤いところに新たに12億で懲役の土地を買い戻した、これが全体の新しい蒲田中学校の敷地,地となります、そして実際、これちょっと現場も見てきました。 でこれが懲役園から取った土地で、まあ、ここに実はえ取ったって言うた買いました、えー、指導と通路が、えー、あります。これが反対側なんですがここも、えー、指導が、まああのー、草ぶ覚ぼ,ぼですけどね 指導がありましてこれがいわゆる徴役からこうた土地でありますはいありがとうございますそれではあの蒲田中学校の校舎,校舎改築事業基本構想及び基本計画が5月23日の委員会協議会で説明をされましたまた当初の予算で3107万,万3千が校舎改築事業として出されており、えー、基本設計実施設計 造成設計の委託料とされています、進捗状況と問題点はどうなっているのかをお伺いします、また改築の事業規模、財源とその内訳はどうなっているか、お伺いします松野瀬教育委員会事務局長。今井和久議員の方から、鎌田中学校の改築についてご質問いただきました、まず1点目の進捗状況ということでございます。 経過ととも含めててご説明をさせていいいたただきたいと思います鎌田中学校の校舎につきましては昭和36年5月と昭和33年12月に建築され平成9年度には耐震補強工事を実施しているものの老朽化が時しくい,い,ちい,ちいちために臨時に幼稚を求め教育環境の整備と生徒像に伴う教室不足を解消するために改築を行う予定でございます。 平成24年度に隣地の用地買収を進めるための交渉により建物保証調査、また平成25年度には営業調査、土地鑑定を実施し、平成26年度においては土地売買契約および移転保証契約等の締結をしたところでございます。 でそれから平成27年度でございますけれどもここにおきましてはあの地域と市と学校間のトータルコーディネーターとしての総合的な役割を果たすアドバイザーとして学識経験者名古屋大学大学院の准教授に移植いたしまして名古屋大学との連携協定をもとに鎌田中学校校舎改築事業に係る調査研究事業委託による サポートを受けまして基本計画と策定委員会を設置し基本構想及び基本計画について検討し策定してまいりましたそして本年度になりますけれども平成28年度は基本計画及び実施計画について鎌田中学校校舎改築事業基本構想及び基本計画をもとに 校舎改築に係るアドバイザーおよびコミュニティスクール関係者とワークショップ等により意見を幅広く建築計画に取り入れ学校運営に支障をきたさない新校舎移行プロセスコスト削減また改築事業期間短縮にも配慮し取り組みたいと考えております。つきましては建築造成の基本 設計及び実施設計にあたって設計者の柔軟かつ高度な発想力設計能力豊富な経験等を求めたく公募型プロポーザル方式により選定する手続きについて現在条件整備を進めているところでございます10月下旬ごろまでには業者選定を終え設計業務にかかる経 契約締結が行えるよう手続きを進めたいと考えているところでございますそして今後でございますけれども新校舎建設工事につきましては平成30年7月の下旬ごろに着工し平成32年の2月ごろ完成そして平成32年4月よりです、ね、新校舎利用開始を目指しております その後、平成32年度に旧校舎を解体し、グランド復旧等を予定しているところでございます。次に問題点ということでご質問いただいております。 問題点といたしましては、まあ、事業進捗,進捗に当たりまして、まあ、契約に関してのことでありますとか、えー、まあ整地と地形的条件を整理するなどの必要がありまして関係部局との協議調整に時間を要しておりますまた、鎌田中学校区内で活躍するコミュニティスクールとの連携による校舎改築事業が 初めての経験となり、対話に時間をかけてきた経緯もございますが、合併特例,債合併特例,特例事業祭を適用するためには、平成31年度の校舎完成が必須条件であります。実施設計、完成後の平成30年度以降の工事発注において、必ず工期内で新校舎建設を実行する必要があり、タイトなスケジュールとなっているふうに考えております。 今後も関係部署との連携を密にし予定通り完成を目指して進めてまいる所存でございます次に3点目の改築事業の規模財源はということでございます現在の校舎は各室とそれから共用部分の合計では約4787平米でございますが 新校舎では普通教室15教室をはじめ特別支援教室やコミュニティゾーンを含めまして約6000平米を想定していたしておりますまた事業費規模といたしましては当初の計画時と比較いたしますと震災時等による資材高騰の影響や 現在の契約実績等からは膨らんだ額となりますが、30億円を超える事業費と予想して、財源といたしましては、合併特例債、国庫支出金、一般財源により手当を予定いたしております。 えっとまず、事業規模なんですが、まあ、あの先ほども少しおつあの説明がありましたが、これ、12月の実施設計では21億円だということが言われてました、まあ、それに比べると約10億円増えてます、まあ、その原因と、それとその財源としての合併特例債、交付金、一般財源、まあ、それぞれいくらいるのか、まあ、その辺ちょっとお示し願いますか。 まず最初に、まあ、の財源の方でございますけれども、まあ、今、想定している部分といたしましては、えー、合併特例債の方が約25億円程度、えー、それから国庫支出金の方では、まあえー、負担金と交付金ございますが合わせて3億8000万円程度を見込んでおるところでございます、えー、そして、その増員のお、まあ、21億円ということでこれはあの平成27年度のですね 実施計画における、まあ、投資的事業10カ年計画の中では、鎌、えー、田中学校の校舎改築事業の事業費を、ですねこれはあの建設工事、解体工事等を含めてということになりますが、えー、先ほど申し上げました、約20億円といたしまして、えー、試算をしておったところでございますけれども、えー、やはり、やはりあのえー 震災等による資材高騰の影響、そしてやはり、子ども発達総合支援,合支援施設、育ちの丘ですね、それから健康センターのハルルの、そのような契約の実績等も踏まえまして、ですね30億円を超える状況になってきたということでございます。以上でございます前 あのーまあ、その中で、あのー、やはり事業日程を見ますと合併特例事業債の期限が平成32年の3月なんですねで、完成が32年の2月完成後であります、実は都市整備部からも平成26年10月10日に蒲中の建設事業日程について、まあ、関係者からでの協議、まあ、調整を進言し。 またアドバイザーも含めた建設計画の日程をについて、まあ、これは調整ができなかったというふうに聞いております、まあ、こういう形で平成26年からもう1年半前からやってきたんですけどなぜこのようなまあギリギリの,あのまあタイトなあの先ほど予定,予定と言われましたけどこのような合併特例制の事業としてまあ厳しい まあ、日程、事業日程なった、まあ、責任というものがやはり、生じてまいります。この点、教育長、どうお考えですか、お伺いします。はい、東教育長。えっと、まあ、現在までの進捗状況について、先ほど、事務局長の方から。説明をさせていただいた通りでございます。え、今、議員の方からも、ご指摘がありましたように。 この日程について、非常にこうタイトな、まあ、厳しい日程であるという、まあ、そのあたりについての教育長の考えはどうなのかというところで、えー、答弁させていただきたいと思います、えー。この鎌田中学校校舎改築事業につきましては、えー、校舎の老朽化、あるいはまあ教室不足の解消のために、まあ、改築を今まで急いでまいりました。 開発や技術部門など、まあ、多岐にわたることなどから関係部署との協議や調整に、まあ、時間を要したことそれとコミュニティスクールとの連携によりまして、まあ、地元対話に時間をかけてきたことそういったことが、まあ、計画がずれ込んできた要因と考えております鎌田中学校の校舎は、まあ、老朽化等に加えまして合併特例祭の期限となる平成31年度中に 事業を完成させなければならないことも重々承知しておりますがまあ、結果としてこのようなタイトなスケジュールになったことに関しましては責任を感じているところでございます何とか平成31年度中に事業を完成させたいとこう考えておりますそのためにも関係部署との連携をさらに密にして事業推進体制を強化するなど職員一丸となって取り組んでいく所存でございますので ご理解いただきますすよようによろししくお願いまあ,あの、これガッペットレサイ、合併特例債、例えば本当に不調でもあったら、もし1か月、2か月で伸ばしたらもう効かないんですよね、そうするとやはり数億から10億ぐらいの一般財源が必要になってくるということで、まあ、本当に大変な、まあ、タイムリミットを持ちながらの事業ですもんでそういう点ではやはりあの、心据えてというか、肝に銘じて進めないと。 あのこれはただ単にその教育委員会だけじゃなしに、契約やえ都市整備も含めて、やはり一丸となって市は進めないと開かないと思います、その点で市長、どうお考えですか、はい、あの山市、まあ、議員、ご指摘のとおりでございまして、あの今もえまあ教育委員会の方からもお答えをさせていただきましたけれども、 えーまあ、非常にこうタイトなスケジュールになっていると、今まで、まあ、非常にまあ丁寧に時間をかけてきたというのも事実なんですが、あのやはりコミュニティスクールを作,る作った関係で、あの地元の移行というふうなものをです、ね、やっぱり吸い上げる作業っていうのに、非常にまああのじっくり時間をかけてきたというところで、良い面と悪い面と申しますか。 あの私の立場としましてはです、ね、市長部局としましては、この30億超えるような建物を合併特例債を使わずにです、ねえー、建設するというのはです、ね、これは、えー、どうしたもんやというふうなことで、何とか間に合うように頑張ってくれということで、お話をさせていただいているというふうなことでございます、でこちらの方もですも、ね、それに間に合うように努力をしていきたいというふうに思っております。 今議員、まあ、あの経過を聞きますと、平成24年ぐらいから、実はこの計画は、案としていろいろ作られてたみたいなんですよね、だからそれだけのスパンを持って考えられていたのが、まあ、こういう結果になったということは、やはりその辺でのやはり認識が非常に甘かったんじゃないかなという思いを私はあの思いますので、これは意見として言うときます。 えっと、その後にあのに次なんですがあの、再質問なんですが、基本設計、実施設計が行われますが、問題はやっぱり地元とアドバイザーとの関係で、これをやはりきちっと早くあの済ませないと、やはり基本設計が終わった後の実施設計、そして、えー、入,入札ということになっていくと、でやはり30年の7月、まあ、学校の夏休みから工事が始まるということですから、これ、一歩たりともあの遅れることできないと思いますね。 この辺をいかかがお考えですか松野瀬教育委員会事務局長今井和久議員の方からです、ね、まあ、地元とアドバイザーの関係についてのご質問をいただきました、まあ、これまで,です、ね、鎌田中学校校舎改築事業、基本構想、およびあの基本計画の策定に当たりましては、地元とアドバイザーの協力により作られてきたものでございます。 新校舎完成後にはコミュニティスクール活動を持続しながら地域との共同による学校運営を目指すものでございますそのため学校建設にかかる基本計画実施計画にその構想を生かしていきたいと考えておりますので引き続き地元意見を取り入れ調整しながらアドバイザーの条件をいただき進めていきたいというふうには考えております 既ですで、ね、にアドバイザーには今後の進め方、そしてスケジュール等について協議を重ねており、また地元へは今後のスケジュール等を説明しており、そのスケジュールに沿った協力もお願いし、理解を得ておるところでございます、以上でございます議員それと時間がかかるのが土地造成なんですね、開発指導がもしかかれば、まあ、半年かかるわけなんですね。 そういう点では、あの調整権の問題とか、薄い対策もあるんですが、この辺はどう考えてみれますか。松政教育委員会事務局長今、委員からのその土地増税についてのに関する、まあ、ご質問いただきました、えー、学校建設用地として購入した用地の,の土地増税につきましては、 30センチ以上のです、ね、盛り土は行わずいわゆる聖地程度にとどめると,ということにしておりまして開発指導は必要ないものと考えておりますまたあの、雨水対策についても質問がございましたこれにつきましては購入用地の現況がです、ね、宅地であるため既存の排水量を利用いたしまして敷地内の雨水が流れるよう排水計画を立てる予定でございます。

やはりあの30年当初では、実は予算的に間に合わないじゃないかということをちょっと契約の方は言ってるんですよね、だから月あのあの29年の12月に、もう債務,補正あの債務負担行為ではあの出さないと、契約実施はできないかという意見もちょっと昨日ういただいて、まあ、あのそれはあの松永事務局長にもお伝えしたんですけどど、まあそういうことも含めて、この不調のアクシデントなども含めて、まあ、ちょっと入札方式、どうされるのか、お伺いします。 松野瀬教育委員会事務局長えまあ入,設入札の件でございますけれども、まあ、あの学校建設に関わるあの基本設計、実績につきましては、先ほど申し上げましたように、公募型のプロポーザル方式で行いますけれども、まあ、建設工事につきましては、条件付き一般競争入札を行う予定でございます。 まあこれ発注につきましてはです、ねえー、先ほどのまあ不調等もございますので当然、設計額については情勢に応じた適正な実勢単価をに合わすということはもとよりです,もとよりですけれども、まあ、発注方法については発注時の情勢等も判断し、えー、契約等も協議をしながらです、ねえー、発注方法等についても検討していきたいというふうに考えておりますのでご理解いただきたいと思います。前 まああの昨年度ですか、まあ、あのいわゆる療育センターの問題、そしてやはりあの健康センターでも実は1か月、2か月、工事がストップするとかね、あのまあ、大変な中で、あのそれを何とかクリアしてね、あのここまで持ってきたという経緯があります、そういう点では、やはりあのその鉄を、ねえー、踏まないように、あの本当にあのまあそういう点では地元でそういうコミュニティスクール含めてた協議はされてますから、その意向がね、 きちっと活かせるように、やはりきちっとあの工事のあの日程を含めて、やはりきちっとあの調査も含めて行っていただきたいというふうに思っております。次に第二に幼稚園小学校中学校普通教室へのエアコン設置であります。私はこれで四回目の質問となります。えー、松江市の教育予算を充実する署名が小中学校長会幼稚園長会 小中学校等の PTA、教職組合から昨年12月16日、竹上市長宛てに3万4千筆の提出がされています。特に空調の設備の充実は切実な課題となっています。まあ、この5月からも真夏日が発生したり、熱中症が発生しています。昨年の6月議会で私の一般質問に対して、教育庁は今後,の今後の導入計画をまずしっかり作成していく。 その計画後、実施計画の中にも、時期として中長期的なスパンで導入を検討していくと答えられています。当時の山中市長も、前向きに事業の推進を図っていきたいと答弁されています。 はい、あのエアコンの設置でございます。えー、このエアコンの問題はですね、全国の議会や行政の間でも非常に議論になっているところでございます。あの昨年ですね、埼玉県所沢市では、えー、教室のエアコン設置をめ設置をめぐる住民投票が行われました。で、これはですね、航空自衛隊伊豆マキチの騒音のために窓を閉め切る周辺の 小中学校に暑さ対策としてエアコンを設置するかどうかの賛否を問うというふうなものでございます。で、指示条例が定めた多数票が有権者の3分の1以上という条件に届かずです、ね、判断は先送りされたというふうなことでございましたが、まあ、これは両面の考え方があるというふうなことかと。 いう,ふうに思っておりますで松阪市におきましても、えー、教育におけるさまざまな設備投資の優先順位として、他のものを優先するのか、またエアコンというものを優先するのかという中で、あのー、使用期限が限られるエアコンに、平成25年当時でです、ね、の試算でいきますと、約14億円です、であのー、これを超えるです、ね、投資をすべきかという議論があったと。 いうふうに思っております。まあ、この数年来ですね、あの気候変化というのがま本当にありまして、5月6月からあの熱中症になりかねない状況というものが生まれてきているのも事実で、この環境変化というのも事実というふうに考えております。まあ、その中ですぐにですね、あのすての学校にエアコンという形はなかなか 難しいというふうなところもありますけれども、体温調節が難しい児童が入学在籍するなどの状況に応じてです、ね、特別支援教室へのエアコン整備や、学校改築の際には導入を行っていきたいというふうに考えております。あの市の考えととしししまてては、えーまあ、前向向ききにです、ね、エアコンを設定いいいく方向で検討をしていきたいと いうふうに考えてはおりますけれども、の限られた予算のお中でございます。で特に、えー、このエアコンという設備はですね、えー、結局、電気製品でございますんで、非常にこう、あのスパンが短いとあの、まあ、皆さん方もご家庭で、えーまあ、経験をされておると思いますけれども、えー、こういった電化製品というのはですね、まあ、あの10年スパンぐらいで大体ですね、 これだけの投資に耐えられるかどうかというふうな側面ももちろんございます、あのさまざまな状況も勘案しながらです、ね、順序立てて優先順位をしっかり決める中で、学校現場に対して、エアコンの設置が必要な部分に対してはです、ね、順序をもって進めていきたいというふうに考えるところでございます。 松瀬教育委員会事務局長私からはその進捗状況とその後の見通しというところでお答えをさせていただきたいと思います平成17年度1月の合併時に各市町における学校のエアコン整備状況に違いがあったためこれを均一化する取り組みを平成22年度まで進めてきたところでございます このことによりすべての小中学校において校長室、職員室保健室パソコン室図書室についてはエアコンが整備されておりますまた中学校相談室やランチルームなどにもエアコンを整備しておりますこのほか体温調整が難しい児童が入学、在籍するなどの状況に応じて小学校の特別支援教室へのエアコンも整備を行っております 現在使用されている普通教室でエアコンがさ整備されておりますのは合併前に改築されました、同一小学校の全教室と天白小学校の1教室中原小学校の1教室となっておりますまたです、ね、平成27年度には2つの小学校の特別支援教室の2室に新たに設置をし 平成28年度につきましては、小学校5校で特別支援教室等の5室に、そして中学校では2校の2室に、また28年度から3歳児保育を実施しました、花岡幼稚園の3歳児保育室1室に、合計8室,を設8室の設置を進めているところでございます。 そして今後の見込みと、見通しということでございますけれども、えー、普通教室、普通学級のです、ね、中にはさまざまな子どもが在籍をしております。前回の議会でも述べさせていただきました通り、まずは今後、改築の計画がある学校への導入の検討、今までの議会におきましても報告させていただいております。 今後の見通しにつきましては今年度実施設計を行います海い小学校や鎌田中学校の改築におきまして普通教室へのエアコン設置を計画いたしております今後、老朽化が進む季節校舎の普通教室へのエアコンの設置 また、季節エアコンの老朽化に伴う更新、そういったものも併せまして、総合的に検討し、普通教室へのエアコンの導入につきましては、計画的に進めていきたいというふうに考えております。以上でございます今井議員、まあ、あの学校環境の 衛生基準というのが実はありまして、まあ、これはあのいわゆる普通教室の温度としては、まあ、26度から28度ぐらいが適切だということで、もうこれは最初の、私が最初のときにもう聞いた話なんでね、ここで、教育長は中部中の校長でありましたから、前も言いましたけど、新館の4階だったかな、ね、もう40度ぐらいになるということで、もう現場はご存じなんですよ。だからぜひ市長もね 現場行ってほんでやっぱりクラブ活動してるとね大変ですよ本当にうんあにやはりあのだから3万4,000だけの署名が集まるってことはそれだけの思いがねあるということですからこれはきちっとねやはり受け止めて、まあ、いただきたいと思うんですけどぜひねあの私が言ってるのは。 あの全体のね、そのやはりこの実施計画をね、具体的に作ってほしいと思うんですよ、でこれね、例えば他の市で見ますと、ちょっとこれ、調べていただいた中にあるんですけど、これ、私の方からも言いますけど、いなべ、伊勢、鳥羽はもう整備済みなんですね、で隣の津、四日市、鈴鹿、伊賀、これはもう計画立ててるんですよね。 他はまだなんですけど、だからずっと北へ行けば、まあ、大きいところは、ほとんどやはりこう計画をね、きちっと立てて、でまあ、それは当然お金かかりますからね、一気にっていうことはできませんけど、やはり私は、あのまあ、当然改築される海軍小学校やかあの蒲田中学校はあの、やはり入れていただくのは当たり前だと思うんですけど、その計画をね、ぜひ実施計画の中に、えー、作っていただきたいと。 思うんですいかがですか、はい、東学教育長えとまずは教室の、まあ、気温のことについて、えー、触れていただいております。えー、と学校環境衛生基準の、まああのー、示しております、えー、先ほど、まあ、25から28 があのまあ夏場では最もあのふさわしい気温であるという、まあ、そういった数値があります、えー、まあ10度からに30度が望ましいという、まあ、そういった一つのまあ基準がございます、えー、ただまあ先ほど議員の方が指摘していただきました、まあ、夏場に関わる各教室のまあ気温でございますが えー、確か25年の6月議会であったと思いますが、えー、当時ちょうど6月の中頃でしたから、あのー、今日と同じような時期だあったと思います、えー、午前中のある小学校の教室の2階の気温が、まあ、31度でございましたで、えー、当時紹介させていただきましたのは、まあ、中学校の2階3階で まあ度 31, 31、32度という、まあ、そこは、よしずをまあ利用しておる学校でございます、えー、ちょうどまあ今回、エアコンのえ質問をいただきましたので、昨日、中学校のほまに、前回調査したその中学校の方にえ確認をしたところ、ちょうど昨日は午前中が晴天で、昼から陰ってきた、そういった天気でございました。 えー、13時の,、えーまあ、あの天気予報の中では、まあ、29度というそういう数値を示しておりました、えー、とその中学校の2階の気温教室の温度が、まあ、31度、えー、昨日はあったということを、まあ、学校の方から聞かせていただいております。まあ、そういった、まあ、状況の中で、まあ、今後 自主、えーまあ、計画の中にまあこういったことをこう入れるべきであると、まあ、そういうようなあのご提案をこういただいております、えー、教育委員会としましては、えーまあ、必要なところから入れる、改築のときにはあのーまあ、入れていくということで、まあ、今回、かゆみ小学校、それから鎌田中学校、えー、計画をさせていただいておりまして、ほ、まあ、他の学校についても、 えまあ計画的に設置をしていくように、鋭利努力をしていきたいというようにこう考えております、さ、あのー、まざまな今、教育委員会が進めておりますまあ事業がございます、まあ、そういったバランスも考えながら、優先順位をこう決めながら、そういった計画も今後、立てていきたいなと、そういうふうにこう考えております。以上答弁とさせていただきます、はい今井 まあ、あの、特に5月に運動会があるところと、5月、6月かな。そういった、やっぱ、9月に運動会があるところなどは、やはり練習で、熱中症出てきやすいんですよね。まあ、そういうことも含めて、ぜひ、よろしくお願いをしたいと思います。じゃあ、第三に、伊南町への風力発電の設置であります。ちょっと、書画カメラを。お願いをします。ちょっと、字だけで見にくいんですが。えー、今年の5月。 24日、えー、白井山の自然を守る会から、あ白井山山頂への風力発電施設建設反対の2336人の、えー、2336室の署名が竹上市長に出されました、これが、えー、その署名の全面であります。そしてここここのの裏に、えー、ここにこのいわゆる 各地域ごとの,、まああの人数も書かれてあるんですよね、特にあの地元である深野地区、これはえ全戸数が313戸、署名戸数が264戸、署名人数681、全体では84%ですね、まあ、こういう形で署名率で圧倒的なあの反対であります。 市としてはどう受け止められますか、お伺いします吉田あ環境生活部長、はい、それでは、それでは今井議員のご質問に対しまして、ご回答申し上げます。まず、白井山山頂付近の風力発電施設建設反対の署名が市長に出されたということで、 市とととしててはどううう受け止めいいいるかというふうなことでございますまずあの署名の状況でございますが、飯南町深野地域の白井山周辺において、まあ、民間事業者が計画しております12基の風力発電計画につきまして、去る5月24日に、白井山の自然を守る会の代表や関係者の方々が市役所に来られまして、 風力発電計画に反対する2336人分の署名が提出されたところでございます特に伊南町深野の8つの自治会では先ほど今井議員もおっしゃりました84%の世帯が反対署名をされ中でも風力発電施設の計画地に近い伊南町深野の高麹山と夏明けの両自治会では 100全世帯が反対署名をされておるというふうな状況でございます。で反対理由につきましては、えー、風力発電施設が建設されることにより、えー、白井山の急峻な地形と花崗岩の地質から土石流による大災害が引き起こされることまた、えー、騒音低周波音による人体への影響それから地下水の異常さらには 日本の棚田百選にも選ばれております深野、深野の段々だの景観損失など、まあ、地域住民に不利益となることなど、さらには風力発電の稼働後において、継続的な振動による想定外の出来,が出来事なども懸念されて見えるというふうな内容でございます。それで風力発電事業につきましては 環境影響評価、いわゆる環境アセスメントでありますが、最終的には国の認可となり、知事や市長はその手続きの段階において、一見を述べることとされております。今後は、環境影響評価に基づく段階的な手続きの中で、大気や水環境、動植物などへの生態経営の影響、さらには地元の方々が特に、 心配されて見えます土砂災害等につきまして、環境影響評価委員会を開催いたしまして、専門的知見から有識者にご審議いただく中で、知事に対し、市長意見を提出してまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます,す今委員あの今日は傍聴席ににののの地元の方も見えて、まあ、特に市長の ご見解を再度ききちっととお聞きしたいと、まあ、前もあの説明会のときにですね、あの説明会っていうか、懇談会のときに市長との,あのお話がありましたが、この地元からの申し出というのは新しあの市、市長が変わられてからは初めてだということになりますので、ぜひ市長のご見解をお願いします。市長はい はいあのまあ、この風力発電事業につきましてはです、ね、昨年11月の議会でも答弁させていただいておりますが、死位としましてです、ねえー、地元、住民との合意が前提という考えは今も変わっておりませんので、はっきり申し上げておきたいというふうに思います。でえー、今回です、ね、その白井山周辺で計画されております、えー、現時点での風力発電計画。 特に、この、ね、12基のうちの11基が、松阪市の、地権者が松阪市というふうなことでございます。それで、単純に言いますと、松阪市が認めないかぎりです、ね、この事業は成立しないというふうなことかというふうに理解しています。でこの私有林というふうなことでございますけれども、これは、これ 言うまでもなく、市の所有物ということは市民の皆様の所有物であるというふうなことでございますので、今回の2336名のです、ね、反対署名につきましても、非常に重く受け,て受け止めているところでございます。今後ですね、先ほど、部長の方からも答弁をいたしましたけれども、仮にアセス法の手続きが進んでいって、 市長からのまた意見を出すというふうなことになれば、ですねあのもともと本当に皆様方が心配をされているのは、ですね土砂災害のお話でございまして、で今回、まあ、これも前に答弁させていただいたと思ってますけども、うん、土砂、いわゆる地質の専門の先生も、ですね今回、こうした環境影響評価の委員会、委員として、 入っていただくというふうなことでお約束もいただいておりますので、えー、もしそういった段階になればですね専門家のご意見もお聞きしながらですね、えー、手続きにのっとって進めていきたいというふうに思っております。はい、まあ、ありがとうございます。まあ大変重く受け止めていただくということでのあの市長のご意見いただいて、まあそのまあ十二機のうち十一期が 市の土地であるということで、やはり地元の合意がなければ進められないということは、もう,こうはっきりしていると,いうと思います。その中で、今後のちょっとまだ予定ということで、特にこれまでの進捗状況、そして今後のスケジュール、いわゆる関係アセスに関する手続きが具体的にどうなっていくのかという点が、やはり地元としても、やはり非常に わ、えー、からないというか、ですね、えー、なかなか難しいんですが、その辺は具体的にどうされていくのか、ちょっとお伺いします議長吉田環境衛生部し、はいえー、それではあの今後のあ今までの進捗状況、そして、えー、これからのスケジュール等につきまして、ちょっと、えー、ご説明申し上げます。ま、えー、まずあの昨年度までは環境影響評価法 これ三重県環境影響評価条例に基づく手続き内容について、審議する委員会がないというふうなことで、環境保全審議会に審議を依頼し、答申をいただいておりましたが、今後につきましては、環境影響評価法に関する審議につきましては、この環境分野において、専門的知見を有する方々を委員として委嘱しまして、 環境影響評価委員会を設置し、ご審議をしていただくという予定で,なと予定でございます。で昨年度のまあ進捗状況でございますが、えーまあ、平成27年の12月1日に、えー、これ、過称でございますが、まさかイーナンウィンドファーム発電所にかかる,る計画段階 環境配慮書が提出されまして、同時続けで事業者より市長へ意見が求められたところです。これにより、27年の12月の22日に市長より環境保全審議会に諮問をいたしました、そして28年の1月の22日には、松阪市環境保全審議会を開催しまして、2月の8日に市長に答申、市長に対しまして答申がなされ、2月9日に事業者に対して 市長意見を提出しておりますで今後のスケジュールでございますが、いわゆる環境,環境アセスメントにおきましては、配慮所の手続きが完了し、方法書の手続きへと現在まあ進められておる、いくということになるものと思われます。今後の事業者の動きでございますが、 環境影響評価に基づきまして、計画予定地におきまして、調査などを行っていくことも想定されます中で、松坂市といたしましては、やはり環境影響評価法に基づきまして、段階的に求められます市長意見の手続きにつきまして、適切にやはり処置をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上ででございいますそれで次はあのいわゆる 配慮書から今度は、方法書に移るということで、まあ、この方法書が出されて、1か月間、一般意見の募集が行われると、それでそこでは地元の説明会を行わなければならないということになっています、この点はどうなっていくのかお伺します、お、はいす吉田環境生活部長。 方法書におけます、今後の地元の説明会はどうなっていくかというふうなところですが、まず、方法書につきましては、環境影響評価法の第5条以降に定めがございまして、方法書に関する説明会は、配慮書時点での説明会とは異なりまして、法第7条2において、説明会の開催がもうこれは義務付けられているものでございます。法令以外にも 方法書段階における説明会開催に関する留意事項が、平成25年1月に環境省の総合環境政策局より指示,示されておりまして、これに基づき事業者において、開催場所、そして時期などが決定されるものと思われます。なお、現在、方法書の提出前でありまして、事業者からの説明会開催に関する具体的な話は、市にはまだございません。 広報書に基づく説明会は、環境影響評価法に定め,られ定められた必要な手続きでございますので、今後、事業者により説明会について具体的な話があった場合には、えー、事業の賛否を問わず、多くの市民の皆様にやはり参加していただきやすい場所や時期となるように、事業者に対し配慮を求めてまいると,、ま、いるところでございます。 あのまあ、そういう点では、この方法書に基づいては、地元説明会がまああの義務づけられるということで、まあ、ここでやはりあの地元の皆さんの意見をきちっとやはり言っていただくということが、非常にまああのこの問題については非常に大事だという,ふうことを思ってますので、あのきちんとやはりあのまあ参加しやすい場所とかね、時期とか、日程的なこともですね。 やはりあの調整をしていただいて行っていただきたいと思います。以上で終わります